Thank you.
white metal, and now it's like... Yeah.
Thank you.
Ah!
そうね、反発というか、自分はずっとその外側に弾かれてきたっていうタイプで、特にエネルギーを使って反発しなくても、もともとそういう人間なんですよね。だから、なんか映画会社の人が褒めてくれるような映画っていうのもあんまり撮ってて気持ちよくないし、いろんなかたくさんの観客がこうみんな喜んでもらえる映画、そんなものあるのかなっていう気もするし、特にだから、反発しようと思ってそのために映画を作ってるのではなくて、自然になんか自分の中ではそういう流れになっていく。だから、どんな立場で、要はヤクザも学生も家庭の中の母親も、同じことで苦しんでる。大して人間変わらないと思うんですよね。どんなに学校で学んでも解決できない問題もあるだろうし、それはやっぱり生きてるっていうことそのもの、こう、そして確実にその死というものにゆっくり近づいていってる。要はどうして生まれて何をしろっていうんだっていうところでは、こう答えを出せないまま、それでもやっぱり何かを満たそうとする欲望を持ってるわけですよね。それはおそらく何をどういうふうになっても満たされないものっていうのを薄々感じながらも、なんか生きてなきゃなんない。それこう自分の中ではやっぱりそこには自分なりに答えを出せないでいるし、どういう物語に触れても、その疑問っていうものを、こう投げかけたくなっちゃうんです。例えばそうじゃなくて、脚本の中にこういければこうなるっていうふうに脚本家が書いたとすると、でもこうだけども、この人こうなったら全然違うじゃない、それでこれが幸せっていうことをやっぱり投げ返したいんですよ。そうするとやっぱり脚本というのはもろくも崩れていくと。もっとなんかリアルで残酷なもの、人間っていうのが、そういう何か映画って、人間を美しく描かなきゃいけない、人生って素晴らしいもんだというふうに描かなきゃいけないっていう、だからそれに対してはやっぱりちょっと違和感があるんですよね。なんかすごい反応するし、すごく冷たくもあるし、どうなんでしょう。ものすごく時には感謝するしね、観客に。で、時には失望もするし、特に日本のお客さんっていうのは、それぞれ自分がどう感じたかっていうよりも、隣の人がどう感じたろうかと。で、面白い。隣の人が面白いと思うものを自分も面白いっていうふうに思いたいと。だからまず見終わったら周りが何て言い出すかっていうのをしばらく見てますよね。周りがこうだって言い出したらこうっていう。だから非常に日本の観客は映画に対しては、未成熟というか未熟だと思います。なんかすごい反応するし、すごく冷たくもあるし、どうなんでしょう。ものすごく時には感謝するしね、観客に。で、時には失望もするし、特に日本のお客さんっていうのは、それぞれ自分がどう感じたかっていうよりも、隣の人がどう感じたろうかと。で、面白い。隣の人が面白いと思うものを自分も面白いっていうふうに思いたいと。だからまず見終わったら周りが何て言い出すかっていうのをしばらく見てますよね。周りがこうだって言い出したらこうっていう。だから非常に日本の観客は映画に対しては、
未成熟というか未熟だと思います。僕自身は日本は 今でこそちょっと暴力的な事件は多いんですけど、基本的には管理された、あの警察もぴっちりしてて管理されている、相当安全を保障されている場所で、逆に保障されすぎていて平和すぎて、その平和のありがたみをもう知らなくて、知らないゆえに起こる犯罪みたいなのがちょぼちょぼあるっていう、なんか変な状況ではあると思うんですけど、本当に平和ボケしちゃっているんで、刺激みたいなものがお客さんは欲しいと思うんですね。要はですから僕らはどっちかというとその刺激を与える役目なんですけど、自分自身も刺激を感じたくてお客さんに刺激を与えるっていう、映画の中で刺激を見ることで、日常ではそんな本当に暴力のことはやらないんです。やらないためにも映画の中でそういう刺激的なことは終わらすっていうか、そういうために映画の暴力っていうのはあると思うんですけどね。僕は実は10代の時に8ミリ映画をたくさん作ってて、それはそんなに実験の映画とは言えないようなストーリー的なストーリーをこうお話を中心にした映画をずっと作ってまして、その後にテレビのコマーシャルに入って、かなりその要はマジョリティというか多くの人を対象にした仕事をしたんですけど、それがなんだかだんだんつまんなくなっちゃって、多くの人になんとなく良かったねって言われるんじゃなくて、少なくても少ない人でいいから相当面白かったねと言われるような映画を作りたくなったのが最初ですね。そうですね、そのまさに巨大なビル、それは圧迫なんですけど、圧迫、確かに巨大なこうビルディング、コンクリートでできた巨大なビルディング、まあテクノロジーとはちょっとニュアンスは違うんですけど、まあテクノロジーの都市の象徴みたいなもんなんですけど、そのビルはやっぱり自分たちのこういう肉体を持っている人間をこう圧迫はしつつも、僕はただ嫌いっていうんじゃないんですね、そのビルディングが圧迫するから、なんかどうやっぱり愛情もあるんですね。自分がその東京という都市でずっと育ちましたから、東京は戦争が終わって高度成長期っていうんで、こうビルが背を伸ばすのと一緒に僕もこう背を伸ばしましたから、それ一緒に育ったという愛情はあるんだけど、やっぱり圧迫もあるっていう、そのなんかジレンマっていうんですか、好きだけど嫌いみたいな感情が僕の映画でこう要は摩擦っていうか葛藤となって現れてくる。